日清食品つけ麺の達人ピリ辛担々ごまだれ、ノンフライ麺に液体ウィーク粉末スープがついています。麺は幅広の扁平でどっしりとした重量感があります。表面がツルツルして箸でつかみにくいです。5分茹ででも少し芯が残っていました。スープは塩分が強く辛さはほどほどです。肝心のごまの香りは今一つで平凡な印象です。技術は素材は悪くないんだけど、製品としてはちょっと期待外れでした。